諸国民の公正と正義に信頼して、我ら、我が国の安全と生存を保持することを決意した。これはどういうことを言ってるか分かりますか？我々の生命、財産、安全を中国、韓国、北朝鮮、ロシア、外国の公正と正義に信頼して、我々の生命、財産を諸外国の公正と正義に、中国が、北朝鮮がそんなに公正で真偽に信頼する国家だと思ってる人、手を挙げてくださいよ。これが憲法の全部に書かれてるんですよ。まさに日本の生命財産は自分たちの手で守るんだということは一言も書いてない。これが今の日本の憲法であることを、まずそこからスタートしなきゃいけない。しかしその発議さえ、国民に議論さえすることのできない96条というこういう条文があって、ここには何となくされているか。今衆議院では480名の衆議院議員がいます。参議院には約半分の242名の議員で構成されています。しかし憲法96条には何て書いてあるか。両院の総数の3分の2の賛成を得なければ、憲法を国民投票にかける、論議をする、発議することができないと書いてある。つまり分かりやすく言いますと、衆議院は今3分の2、自民党、公明党と3分の2の議席持ってます。参議院はねじれになってます。しかしいくら衆議院で3分の2の賛成があっても、参議院で242名のうちの3分の1、81名が反対すれば、国民投票に発議することもできないというのが今の憲法の96条なんだから、発議することが一回もできない。そして一言一句たりとも憲法を直すこともできないという、本当に、そして全文ではあのように、後で出ます。中国や韓国やロシアや北朝鮮の外国の公正と正義に信頼して、我々の国民の国家の生命、財産、安全を委ねると書いてある。こんな憲法を持っている国は世界広しというのも日本だけなんですよ。そして国民投票という直接行動を取れないのも日本のこの憲法96条に作られる。皆さん方、選挙があるじゃない。7月4日からの参議院選挙があります。国政選挙であります。昨年12月には衆議院選挙はありました。これは皆さん方の国民投票の表れじゃないか。その通りであります。しかしそれは間接投票であって、それで選んだ国会議員の中から、総理大臣というのは国会の中から選ばれるんですよ。国会で選ぶんです、国会議員が。まさに間接。しかしこの憲法改正の国民投票、賛成するかしないか、どこの条項を賛成するか反対するか、そのままにするか、この法律にさえできない状況で、主権在民ってよく言ったものですよ。主権在民って皆さん方、当たり前のように学校の教育で習ったんですよ。国民の主権は皆さん方にあるんだ。しかしその主権の直接投票はできない、行使できないのは憲法96条。日本で唯一直接と国民の意思を表せるのはまさに憲法改正の国民投票なんです。これが大変厳しい中で、法律さえできない状況がずらっと来てる。これで日本は平和であるとか、護憲であるとか、平和憲法であるとか、そういうまやかしで短絡的な発想で日本の生命、財産、安全保障、領土、領海を守ることはできないんです。だからこそ私どもは真正面から逃げずに、この憲法96条の緩和していこうじゃない、国民に問い合わせしていこうじゃない。これは先ほど通ったみんなの党も一緒であります。まさに日本が自主的な憲法を作っていこう。皆さんの国民の投票によって過半数の賛成にならなければ、これは憲法は改正できない。こういう厳しいハードルもさらに皆さん方の一票によって決まるんです。こういうことをしっかり行使していこう。自主的に日本の憲法を変えていこう。これが次の世代の日本国家の威厳や文化や伝統を守る、この根本であるこの憲法をどうやって守っていくか、これが大事なことであります。そういう中でスポーツということを通じての平和外交も大事であります。どうぞ皆さん、社会保障も大事であります。我々の生活の雇用の増進も大事である。もちろん国家そのものが崩壊して、外国から言いたいことを言われ、
やりたいことされて、日本の安全も生存権も、あるいは雇用も社会福祉もありません。まず自らの手で日本の国民の生命財産、安全保障、領土、領海を守る、まずこの基本から始めようではありませんか。そういう意味で今日はこの名古屋市のこの境の一角をお借りしての街頭演説であります。本当に皆さん方ありがとうございました。